はい、こんばんは。参議院議員の音田旬です、えー。7月の19日に収録しております。ちょっと今日は政治のネタから離れてあの、パリ五輪のニュースでちょっと衝撃的なですね、残念なニュースが飛び込んできたので、この点についてコメントしたいと思います。喫煙と飲酒行為発覚の体操宮田がパリ五輪代表自体、日本協会が発表ということで、まあ女子の体操の若きエースの <laughs> 宮田選手ということで、私もこれまでそれほど存じなかったんですけども、 まあ前回のオリンピックが終わってからめきめき頭角を表していた19歳の、えー、 順大の選手ですね。宮田選手が、まあ、喫煙と飲酒が行為が発覚をして、えもうえ合宿先のモダコから帰ってきて、えこの代表辞退されたということなんですね。うん、まあ、この二十歳、お酒とタバコは二十歳になってからということが、あの、我が国のルールではありますし、またこの体操の日本協会の行動規範という内規にもですね、日本代表チームとして活動する場所においては、20歳以上であっても原則的には喫煙は禁止をするというルールが定められているというふうに報じられております。なので まあこれはやっぱり明確なルール違反ということは間違いないというふうに思います。だからそれはね、よしという、あの、何にもおめなしていいじゃないかとは誰も言ってないと思うんですけどね、この代償をもうこの更迭して、まあ、事実上辞退させるということが、果たしてどうなのかということで今、大きな議論になってるわけですね。で、あの、我が党にも所属している作家の猪瀬直樹さんはこのようにポストをしています。つくづく日本人は劣化している。タカがタカがタバコで何を騒いでいるのか、麻薬じゃないんだぞ。 規則づくめの釈子定義が日本をダメにしてきたのだ。こんな些細なことで19歳の夢を潰すつもりかということで、まあ、いイノスさんもね、別にルール違反が必ずいいと言ってるわけじゃないと思うんですよ。ただそのことには警があって、なんか人をぶん殴ったとかですね、誰かを傷つけたというわけじゃなくて、自分でただタバコを、あの、他人に目惑かけないところで吸ってるぐらいであれば、これは代表自体とかで夢を潰すことの、そういう懲罰を与えるほどのことなのか、ことの警鐘としてはおかしいんじゃないかということをおっしゃってると思うんですね。 で、また、あの、我々日本署かの前代表の松井一郎さんもですね、ちょっとそ厳しすぎるんじゃないかと、厳重注意ぐらいでよかったんじゃないかということも述べています。いや、もうほら、ほ本当難しいんですよね。あの、イノさんや松井さんの言うこともわかります。まあ、一方でですね、あの、組織というのは、まあ、特にスポーツ界はやっぱガバナンス、行動機関も非常に重要で、スポーツ選手はやっぱりそれは、まあの、すごいパワフルで、個性的ですから、そういうかやっぱち特にチームスポーツとかの場合はですね、体操も、まあ、競技するときは個人ですけども、やっぱり団体戦もありますから、やっぱりチームスポーツでは、みんながこう、規範を守らない いけないモラルをこうちゃんと保つためにはですねやっぱりルールがあってチームの中のルールがあってこれはやっちゃいけないよっていうことをやっぱり守れないとですねやっぱりチームとして一体感も出ないしあの能力が非常に高くてもうルールを守れない党の,の中の,このチ,ームレチームプレイができない人っていうのはでもこれ一般論で言うとパフォーマンスを下げるわけですよねだからやっぱりこうあの体育会系の組織とかはおおむねそういうの多いですけども、まあ、かなり厳しいルールがあってそこをちゃんとそれは守りましょうねっていうお約束のも規則のもを行動しているだからこう一体感が生まれてチームが強くなるっていう側面も。 やっぱりあると思うんですよね。これはあのチームスポーツに限らず人間社会においても一定程度当てはまることだと思うんですけども。なのでまあやっぱりこういう、やっぱりダメよと言っているルールを破っていることはこれはもう間違いなく悪いことだと思うんです。ただ、冒頭から申し上げているように、事の経営として、これが代表の権利を剥奪するようなもう事実上をパリゴリに出さないような厳重な処分が必要なのかどうかということについては、これは本当価値観で判断が分かるのかなというふうに思います。私も信条としては、やっぱりあの、彼女に19歳の少女、まだ少女と言っていいかもしれませんが、19歳 女性に、いや女性じゃなくてもでですすね若者にです、ね、やっぱり、チャンスをこうあの与えてあげたいと。やっぱ、り再チャレンジ。これやきつい、喫、ま、煙、あ、しちゃったことは、それは悪い、悪いんだけども、厳重注意ぐらいをしてですね、そこはもう一回バーンって落ち込んだとしても、でも来週から切り替えて頑張ろうって出場機会を与えてあげたいというのも、本当そういうのを心情的には持ちますし、ただ一方でやっぱりみんながルールを守ってこう頑張ってやってきたのに、なんで一人だけ許されるんだっていうことも、それは全体の組織に関わるし、不公平だと。公正じゃないっていうことも、まあ、それはもう組織論とかルールで言えば、もっともなことだというふうに思います。 なので、ちょっとあの、私としてもですね、まあ、ちょっと、こっちだとパリッとこう、ちょっと、現段階ではちょっと、今、皆さんの意見を見て考えているところなんですが、まあ、YouTube をご覧の皆様はどう思われたでしょうか。ちょっとそういったこともコメントしていただければというふうに思います。まあ、いずれにいたしましてもですね、こうしたことも、まぁ、いろいろ大小大きなイベントですから、トラブルというのもあると思いますけど、パリ五輪が来週から開幕をします。まあ、日本人選手団のあの、活躍をですね、心から期待したいと思いますし、まあ、パリのフランスとも今、正常がなかなか不安定なところありますけども、まあ、その中ではあの、パリ五輪が平和にえパパ、パラリンピックまで含めてですね、 平和に終わってまた日本人選手が、この、こうした、この危機を乗り越えて大活躍することを、大活躍されることを、これから記念をいたしまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援もよろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。